さいさん、おはようございます。モークさん、おはようございます。まゆちゃん、ハレリア、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ルルさん、おはようございます。今日は涼しいです。とても涼しくてですね、もう本当になんて言うんでしょう、秋という感じがします。でも天気です。いい天気で、久しぶりの青空。あ、月が見えますね。あそこ月見えますか？月が見えてますね。セミが飛んでますね。セミが飛んでます。はい、太陽さん、アイポンさん、ユウさん、アンリビさん、ニンボーさん、おはようございます。アレリア、今日は涼しくて非常に快適です。これからずっとこうだといいですが、猛暑が過ぎて過ごしやすくなりました。皆さんお元気でしょうか？節子さん、おはようございます。おはようございます。やっと集会の疲れが取れて、少し、元気になってきましたね。ちょっと、疲れが、モンクさん、月見えました。青空に月は不思議な感じがします。そうですね、青空に月っていう不思議な感じがします。納豆さん、おはようございます。ルナさん、おはようございます。はい、これからは、涼しくなって配信日和になるかもしれません。まあ残暑は多分あるでしょう、ね。残暑まだ8月ですからね。でも、天気予報を見るとしばらくは、涼しい感じがします。ニュースを見てるとですね、まあ煽り運転の事件、それから、幼児虐待の事件、まあ、悲しい事件が多いです。イエス様はマタイ24章12節にでこう言いました。不法がはびこり、多くの人々の愛が冷たくなる。不法がはびこり、多くの人々の愛は冷たくなると予言されています。ですからこの終わりの時代はですね、いろんな特徴がありますが、一つの特徴は不法がはびこる。不法がはびこるということは、まあ犯罪が増えるとか、また、まあ、いろいろな、ね、不法というのは、まあそうですね、クリスチャン的に言えば悪いことをする人が増える、ね、悪いことをする人が増えるということですよね。それから愛が冷める、人々が冷たくなるという。あ、また大使さん、ありがとうございます。また24の12、不法がはびこるので多くの人たちの愛が冷たくなります。近所さん、煽り運転をする人は信仰がないのです。愛がないのです。そうですね、煽り運転は愛がないと言えるでしょう。吉尾さん、愛が冷めてきたって夫婦の関係ですか？夫婦の関係、親子の関係、あらゆる人間関係の愛が冷めていくということでしょう。なぜ終わりの時代に不法がはびこり愛が冷めるかというとですね、結局ですね、終わりの時代というのはその収穫の時代でもあるんです、ね、収穫の時代、つまり、収穫というのはこの種が芽が出て成長して実を結ぶということです。イエス様もおっしゃいました。
良い気は良い実を結び、悪い気は悪い実を結ぶ。つまりですね、その木の本質が現れるということですね。良い木は良い実がなるんです。悪い木は悪い実がなるんです。つまり収穫というのは、終わりの時というのは、その本質が実として現れるということですね。本質が実として現れる、つまり目に見えないものが見えてくる、目に見えないものが見えてくるということです。どういうことでしょうか。ぼっちさん、西早稲田ですか。西早稲田は今のところ行く予定がないですね。どういうことかというと、もし罪があるなら、罪があるなら、私たちはその罪が出てくるということです。例えば煽り運転をする人、暴力を振るう人、暴言を吐く人、そういう人たちは自分の中の罪が現れてくるということです。悪いことというのは、その中の本質が現れてくるということです。多くの人は、何らかの理由で自分の、その罪を隠しているわけです。ね。まあ、言いこぶってる。偽善者。多くの人は罪があるにもかかわらず、言いこぶってる。しかし、だんだんそれがですね、成長してくると。罪が成長してくると、暴言暴力になってくる。皆さんよく経験しませんか？仲のいい時は、いいこと言ってても、一旦利害関係が生じるとですね、急に豹変するような人いませんか？急にですね、何か都合が悪くなったり、トラブルがあると、本音が出るっていうことよくありませんか？そういうことです。多くの人は自分の心の中の、罪という動機を隠しているわけですね。隠して。つまり、まあ、狼が羊の皮をかぶってる。多くの人間は、狼が羊の皮をかぶっています。ですから何かがあったら、本音が出るわけですね。本音が出る。まあ、それが悪い気ですね。悪い気。終わりの時代は、そのように、悪い気が悪い実を結ぶようになる。悪い気が悪い実を結ぶようになると言えるでしょう。そういうわけで、不法がはびこるというのはそういうことです。悪い実がなるということです。多くの人の愛が冷たくなる。それは、その、多くの人の本質が出てくるということですね。まゆちゃん、牧師はサタンの皮をかぶってるの。私はですね、自分の罪を認めて悔い改めました。私は、罪がありました。しかし、イエス様を信じて、罪のない生き方を求めています。神の愛を求めています。ルフィ君、スクショいいですか？いいですよ、どうぞ。トールさん、おはようございます。でも人間は完全ではありません。ね。どんな、人でも、私たちは気をつけないと。サタンによってですね、惑わされることがあります。イエス様もおっしゃいました。終わりの時代はですね、偽キリスト、偽預言者に気をつけなさい。ね、偽キリスト、偽預言者に気をつけなさい。惑わされないようにしなさいとイエス様もおっしゃいました。ですから私たちは、その人間を信じるのではなく、イエス様だけを信じますね。イエス様だけを信じます。人間は不完全です。人間は、神様ではありません。私たちが信じるのはイエス様だけですね。人間を過大評価してはいけません。私たちはあくまでもイエス・キリストを信じる信仰。ですから、私たちは、人を信じません。人を信じません。イエス様だけを信じます。
訃報が多くなるっていうのはその訃報ではなくて、あれです、法律の方に対する訃報ですね、法律の方、訃報っていうのは要するに、要するに何でしょうかね、まあ法律を守らないことですね。法律を守らないことを訃報と言います。そうですね、太郎さん、人間が殺し合ったり縄張り合わせるのは動物だから仕方ないかもしれない。いい、そんなことないですよ。そんなことない。それは神様がそのように作ったのではありません。神様は、良いものを作られたんです。人間が罪を犯して、人間が罪を犯して悪いことをするようになったんですね。お石さん、おはようございます。ただ言えるのはですね、私たちは人の罪を責めたり人の悪をですね、責めたりするのではなく、イエス様もおっしゃいました、裁いてはいけない、裁いてはいけない。私たちは、自分も、ね、罪人だった、自分も罪を犯す弱いものである。ごまちゃん、おはようございます。パウロは言いました、私は罪人の頭だ、私は罪人の頭だとパウロは言いました。ですから私たちは、人の罪を責める立場ではありません。私たちは許さなければなりません。イエス様は、その罪の社会の中で許し合って裁かないで愛しなさいとおっしゃいました。ですから確かに私たちは罪に苦しみ、不法に苦しみ、愛のないことでつまずくものですが、だからといって私たちは裁いていいわけではありません。私たちは人を許し、人の弱さを、理解し、その中で私たちは愛を示し、私たちが罪を犯さないように、私たちが罪を犯さないように励む必要があります。しかし、この世の中がその罪のゆえに不法がはびこり、多くの人の愛が冷たくなるということを理解しなければなりません。メルさん、おはようございます。むしろかえって逆に世の中が冷たくなればなるほど、世の中が不法になればなるほどクリスチャンの出番とも言えるでしょう。私たちは、私たち自身が、正しく生きて、正しく生きて愛のうちに生きるならば、むしろ世の中の闇が濃くなればなるほど小さな光も明るくなります。私たちが世の光として光っていればいいのです。世の中はますます暗くなるかもしれません。しかし私たちは小さな、私たちの小さな光が、小さな光が世の中を照らすようになるでしょう。宮本さん、おはようございます。タイさん、裁いてはいけません、裁かれないためです。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。アメン。太郎さん、この世にサタンがいる以上悪人は絶対なくならないと思っていいですか。その通りです。この世は、悪くなるのですね、この世は悪くなります。しかしだからこそ最終的にイエス様が来られるのです。なぜイエス様が来るんですか。この世を滅ぼしに来るわけですね。悪くなるすぎて、最終的にイエス様は滅ぼしに来るんです。ヒットさん、ハレリア。そういうわけで皆さん、イエス様の教えに従って、イエス様の教えに従ってこの終わりの時代をどう考えたらいいのか、どう生きたらいいのかを見ましょう。ぼっちさん、イエス様的には原発はどうなんですか。
そうですね。イエス様的にはどうなんでしょうか。まあ、イエス様的に考えたことはないんですが、私は原発反対ですね。原発反対、やはりですね、危ないですね、危ない。近所さん、建国行きへのパスポートはみんな平等に与えられますか。天国に行くためにはイエス・キリストを信じる信仰が必要です。罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて、聖霊を受け信仰によって歩むならば、イエス様の教えに従って歩み、死の御心、死の御心を行うならば天国に行けると書かれています。太郎さん、神様はサタンを作っていません、ね。神様はサタンを作っていません。はい、ジゼルさん、おはようございます。青井さん、おはようございます。ですから皆さん、終わりの時代がどうなっていくか、終わりの時代がどうなっていくかをしっかり理解しましょう。いろんなニュースが、悪いニュースがどんどん増えるということです、ね、悪いニュースがどんどん増えます。しかしそれはこの終わりの時代に、罪がはびこり、悪の実がなる、人間の罪のそのなんていうんでしょうかね、悪い実がなる、悪い実の収穫の時だからということですね。マタイ7の21、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。太陽さん、終わりの時代とは地球が破滅するということですか。まあ、地球が破滅するかどうかはちょっと分かりませんが、少なくとも地上のものが滅ぶ、地上のすべてが滅ぶとは言えるでしょう。地球がなくなるかどうかはちょっと分かりません。そういうわけで、私たちはこの、不法がはびこり、愛が冷たくなる終わりの時代に、私たちは忍耐強く信仰で歩む必要があります。イエス様おっしゃいました。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。私たちは、不法がはびこるこの終わりの時代に、信仰で愛を持って歩む必要があります。それが世の光です。世の中が冷たくなるから私たちが冷たくなっていいということではありません。私たちは世の中が冷たくなるからこそ、世の中が冷たくなるからこそ私たちは愛で満ちる必要があるのです。ヒットさん、愛がすべて、愛がすべて、そうですね。太郎さん、現代版ノアの箱舟をキューちゃん出してくれますか。イエス・キリストを信じる信仰が、ノアの箱舟の現代版ですね。イエス・キリストを信じるならば救われる。イエス・キリストを信じるならば救われる。イエス・キリストを信じる信仰が、現代のノアの箱舟です。はい、それではですね、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、なぜ世の中が悪いかということが分かった証し、なぜ世の中に、不法がはびこり、世の中に愛がないということが分かった証し、
世の中がなぜ悪くなっていくかということが分かった証し、スタート、スタート、スタート。この終わりの時代にクリスチャンはどのように生きるべきかということが分かってきた証。世の中が不法になってきても、私たちは清く正しく生きる必要があるということが分かってきた証。スタート。ごまちゃん、自分の中の罪に従ってるから悪くなる。アメン。モーカさん、終わりの時代なので耐え忍んで冷たい態度されても自分は変わらず温かい愛で接することを実践してます。イエス様の愛にもっともっと近づきたいです。そうですね、私たちは、終わりの時代だからこそ、世の中が悪くなるからこそ、私たちは励まし合って、神の愛で生きる必要がありますよね。煽り運転してしかも人を殴るのは悪いよね。すごく悪いと思います。キーさん、おはようございます。リュウさん、目を覚まして祈っていたいです。目を覚まして祈っていたいです。タロさん、イエス様の愛と親の愛、どっちが本当の愛ですか？もちろんイエス様の愛ですね。イエス様の愛が本当の愛です。フィットさん、終わりは始まりですか？終わりの始まりはありますか？イエス様の再臨は、罪のある人類の終わりであり、罪のない神の国の始まりですね。イエス様の再臨は罪の世界が終わり、イエス様によって救われたクリスチャンの、時代の始まりです。タイさん、終わりの時代だからこそ主を仰いでいたいです。アメン。ナオトさんもイエスキリストを信じて新しい人生を始めることができます。肉欲の人生ではなく、本当の愛の人生、本当の愛の人生を始めることができますよ。メルさん、アメン。おはようございます。はい、それではですね、ぼっちさん、ノージーザスノーライフ、ノージーザスノーライフ、これどういう意味かというと、イエス様がいなければ命がない、イエス様がいなければ命がないという意味ですね。ともさん、ハレリア。それではですね、それではファイナルメッセージ、はいでしょうか。ファイナルメッセージいきましょう。私たちは、この世の悪で傷つき、この世の不法で、がっかりし、愛がないことでがっかりします。それがこの世です。どれほど多くの子供たちは傷ついているでしょうか？どれほど弱い人たちは傷ついているでしょうか？差別され、虐待され、虐げられています。それは悪魔がこの世界を支配しているからです。それは神様のせいではありません。神様のせいではありません、アダムとエヴァが罪を犯したために、アダムとエヴァが罪を犯したために、そこから人類に罪が入り、その罪が、多くの人に、遺伝しているのです。私たちはアダムとエヴァの子孫であり、私たちはアダムとエヴァから罪を遺伝しています。それゆえに私たちも罪を犯してきました。多くの人はその神との関係を知りません。罪とは神から遠く離れ、神様に逆らい、神様に聞き従っていません。不法というのは法律違反をするということですが、
でも本質は神に逆らうということですね。神様に逆らう、それが不法です。愛が引けるというのは、ね、神を持ってないということでしょう。神は愛ですから、神を持っている人は愛を持っていると言えるでしょう。神の愛のあるところに神様がおられます。ですから私たちは愛しちゃうのです。なぜ私たちが愛しちゃうんですか。私たちが愛しちゃうところに神様がおられるからですね。私たちが愛しちゃうところに神様がおられる。ですから大事なのは、私たちは神の愛で生きるということですね。しかし世の中には、神がいません。多くの人はイエス様を信じません。だから世の中は、不法になり、世の中は愛が冷たくなるんです。当然といえば当然なんです。当然といえば当然なんです。ヒットさん、織田信長は自分は神だと言ったから暗殺されたのですね。そうですか。ちょっとそこのところ私知らないんです。ごめんなさい。織田信長は自分は神だと言ったんでしょうか。タイさん、ヨハネの第一 4-16、 私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。とても大事な御言葉です。私たちは愛のうちにいなければなりません。神の愛で生きるならば、神のうちにいるのです。神と共に歩む、それは神の愛で生きるということですね。神の愛のうちに生きる、それがとても大事です。ヤギさん、ペットの猫にイエス様を信仰させるにはどうすればいいですか。動物はイエス様を信じることはできませんが、ヤギさんが信仰熱心になれば、動物は祝福されます。クリスチャンのペットは祝福されますよ。クリスチャンのペットは天国に行くという証があります。ですから猫自身は信仰を持てないかもしれません。しかしヤギさんの猫はヤギさんの信仰によって祝福されます。そういうわけで私たちは覚悟しなければなりません。世の中は悪くなります。そしてクリスチャンは迫害されるでしょう。私たちは、ありもしない、悪口を言われるでしょう。クリスチャンはイエス・キリストの名によって苦しみを受けると書いてあります。ですから私たちは覚悟しなければなりません。羊が狼の中にいるようなものです。私たちはこの不法の世の中で世の光として地の塩として私たちはイエス様を告白し、神の愛を表すのです。それが光です。それが神の栄光です。私たちはそういう命がけで神のために生きなければなりません。信仰とは何でしょうか。信仰とはイエス様のために生きるということです。信仰とは何でしょうか。信仰とはイエス様のために命を捨てるということですね。人生を捧げることです。信仰とは何ですか。信仰とは、罪の世界の中で正しく生きるということです。信仰とは何ですか。信仰とは愛のない世界で愛で生きるということです。信仰とは何ですか。信仰とは、神と共に生きるということです。ジデロンさん、なぜ多くの人、日本人は人生を無駄にするんでしょうか。知らないからですね。無知だからです。霊的なことに無知だから、霊的なことに無知だから多くの人は人生を無駄にしています。
愛が冷めてきたっていうことは信仰が冷めてきた。クリスチャンも気をつけなければなりません。クリスチャンも火が消えると愛が冷めてきます。多くのクリスチャンも信仰の火が消えて愛が冷めてきます。ですから世の中はもちろん信仰がないですから、世の中ももっともっと愛が冷めますが、クリスチャンも気をつけないと、クリスチャンも気をつけないと、信仰が弱くなって、信仰が冷めてきます。愛が冷めてきます。ですから気をつける必要があります。私たちはかえって逆に愛に燃え、信仰に燃える必要があるということです。皆さんがぜひ、信仰に燃えてほしいと思います。ヒットさん、キリスト教でも殉教ありますか？ありますよ。今現在、イスラム教の国々で、共産主義の国々で殉教しています。ヒンズー教のインドでも殉教している牧師はいます。佐野さん、個人的になりますから、LINE かスカイプくだされば個人的になりますよ。はい、それではですね、ぜひ皆さん、ニュースはどんどん悪くなるでしょう。ニュースは、ネガティブなことばっかりが増えるでしょう。あんまりニュース見るのもよくないかもしれません、ね。ニュース見てるとネガティブになってしまうかもしれません。ぜひ皆さん、世の中はどんどん悪くなるということを、思ってください、ね。まあ、短期的にはいいこともあるかもしれません。短期的にはいいニュースがあるかもしれません。でも長期的には世の中は悪くなります。ユウさん、母が改めてイエス様が雲に現れることが聞きたいと言っています。話します。アメン。よかった。素晴らしい。タロさん、無料ですよ。もちろん無料です。ですね、パウロは言いました。パウロはですね、手紙の中で終わりの時代に、終わりの時代にですね、大言相互、または、高ぶる者、不法を行う者、親と思わない者、いろんな悪い人が増えると、パウロも言っています。終わりの時代に、そしる者、そしる者っていうのは悪口を言う者っていうんですね。そして高ぶるもの、大言相互っていうのは、まあ、大げさなことを言うということですね。終わりの時代にいろんな、不法がはびこります。ですから、そういう覚悟をしなければなりません。それが終わりの時代です。それが終わりの時代です。でも私たちは神の子として歩むことができます。ぜひ皆さん、世の中が悪くなっても私たちは清く正しく歩みましょう。タイさん、ありがとうございます。ローマの 1-30 ですね。ローマの 1-30 に、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者が現れると。終わりの時代にはそういう人が増えるということですね。本当に人を人と思わない者、高ぶる者、悪事を企む者、そしる者、
親に逆らうもの増えてますよね。増えてます。ですからそれはもう聖書にそのように予言されています。聖書にそのように予言されてますから、まさに聖書の予言が当たってると言えるでしょう。聖書の予言が当たっています。罪を憎んで人を憎まずでいいですか？その通りですね。日本が終わらないためにどうしたらいいですか？一緒に祈って一緒に伝道しましょう。一緒に祈って一緒に伝道しましょう。それでは今日の放送を聞いて、なるほど、最近のニュースが悪いニュースが多い理由が分かった、最近、高ぶるもの、悪事を企むもの、人を人とも思わぬが人たちが増えている、そしるもの、神を憎むものが増えている理由が分かった。まさに聖書の予言通り、終わりの時代にそのようになっている。聖書の予言は必ず成就する。聖書の予言は必ず成就する。ヒットさん、モーセと言われてますね。モーセと言われてます。イエス様を信じて、イエス様を信じて、この終わりの時代に正しく生きたいと思う方、この終わりの時代に、その罪の実を結ぶのではなく、信仰によって愛の実を結びたい、義の実を結びたい、悪魔の味方ではなく神の味方をしたい人、アメンと言ってください。神の味方をしたい、良いことをして、良いことをして、あ、神様の味方をしたい、もう悪魔の味方をしたくない、悪魔の味方をしたくない、イエス様の味方をしたい人、アメン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 。ウニさん、悪いニュースが多いですが、イエス様を信じ祈ります。アメン、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 アメン。天のお父様、世の中はどんどん悪くなってます。世の中は不法がはびこり、多くの人の愛が冷たくなります。しかし主よ、そのような終わりの時代にも意味があります。私たちを強めてください。むしろかえって世の光として、私たちが、正しく、そして愛に満ちて生きれるように助けてください。今アーメンと言った方々が、救われて神のことになりますように。世の中が悪くなっても神の子たちは、素晴らしい言い方ができます。どうぞ、リスナーの兄弟姉妹を励まし、信仰に燃え、希望に燃え、世の光として輝きますよ。この世とともに滅ぶものではなく、この世とともに、暗くなるものではなく、私たちは信仰によって燃えて、信仰によってより清く、より正しくなれるように助けてください。世の中が悪くなればなるほど、私たちの正しさが見えてくるでしょう。世の中の愛が冷たくなればなるほど、私たちの愛が、神の栄光を表すでしょう。イエス様、どうぞ私たちを強めてください。私たちを強め、また多くのリスナーが救われて共に歩むことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん、クリスチャンの出番です。これからです。皆さんの信仰は素晴らしいのです。皆さんの信仰は素晴らしいのです。尊いのです。皆さんは闇の中に輝いている星です。皆さんの信仰は星です。スターです。闇の中で輝いているスターです。天では天使たちが皆さんを見ています。皆さんを評価しています。信仰で歩んでください。イエスキリストを信じる信仰で歩んでください。そしてます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 、前向きに歩もうではないでしょうか。前向きに歩んで、
喜んで歩んで、主にあってイエス様を喜ぼうではないでしょうか。救いを喜んで歩みましょう。それでは皆さん、また今晩7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム、シャローム。良い一日を。シャローム、シャローム。